こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私の大好きなワークマンの靴ですね。じゃーん、このねワークマン滑らない靴ファイングリップシューズを紹介したいと思います。はい、このねファイングリップシューズ私も持ってますよ。結構ちょっとね使用感あるんですが、はい、あのねやっぱ使ってみて本当に滑らないし、雨の日にも使えるし、脱ぎ履きが本当に楽だしと思って、もうお墨付きでねおすすめしたいと思います。はい、これねあの何年か前にあの妊婦さんが履く靴みたいので紹介されてから本当爆発的にヒットした商品なんですけど、あのこのね後ろのグリップ結構厨房で使われる靴みたいな感じで、このグリップがあるおかげで本当に滑らないんですよ。はい、あの雨の日とかね、道端にあるあの鉄格子っていうんですかね、つるんってたまに滑っちゃいますよね。これ全然滑らない。はい、本当にねいいです。私はねあの雨の日だったらあの基本的にこれを履いています。そう、あとね脱ぎ履きしやすいのが本当に便利ですよね。はい、であとですねちょっと一つ難点だなと思ったのは、私これねちゃんと店頭で履いてからあのサイズね買ったんですけど、若干歩くとちょっと気持ち小さいかなって感じがするんですよ。なんとなくですけどね。で多分スニーカーじゃなくてちょっと硬い、あんまりこう伸びない素材なので、若干大きいサイズを買った方が良かったかななんて今は思ってます。そうなんですよ、ちょっとねつま先が痛くなっちゃうなと思うんですが、ちゃんとねあの店頭で履いてちょっとだけ歩いて確かめてみることをおすすめします。はい、ということで今日は私の愛用しているこのワークマンの滑らない靴ファイングリップシューズについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。